はい、今週も YouTube と Podcast の同時収録をしています。よろしくお願いします。さて今週のお話なんですが、3つあります。まずですね、 Excel の新機能ということで、振り仮名が振ってくれる、振り仮名が振られるようになったという、これ新機能だったかっていうか、あのマイクロソフトからねちょっと連絡っていうかそういった通知があったんで、使ってみたんですが、その Excel の振り仮名が振ってくれるという、まあ、漢字にね振り仮名を振ってくれるという機能と、あとは Windows 11 Insider Preview の Dev チャンネルのですね、ある機能が復活したという話と、あとは、Windows のフィードバックですね、まあ、いろいろ意見を書いて、直してくれるとかね、ということでちょっと動きがあったんでお話をしたいと思います。ではですね、最初にあの Windows 11の Insider Preview、今ビルド25197とビルド25197というのが最新で出てるんですけども、ここでですね、この機能が復活したんですね。あのタブレットモードをした時にタスクバーを最適化するというモードです。あの普段表示させない状態で使いたい時だけ表示させるとか、あとあのタッチした時のやりやすいのアイコンの大きさとかですね、いろんな最適化をするっていうことをやってるんですが、この機能がですね、あの復活しました。っていうのは、あの今まで一回ねこの機能ついたんですよ。でつけたんですけども、あまりあの必要じゃないってことで、この機能つけるのやめますっつってやめちゃったんですね。ああやめちゃったんだって話を一回この番組でもして、実際このインサイドプレビューではこういうことも起きますよって話をさせてもらっていました。でまあこういうことあるよねって言ってたら、今度またこのニュースが出て、あれこれやめたはずじゃねえのかなと思ったら、やっぱりもう一回やりますということで、最適化を試みましたというニュースがありました。まさにインサイダープレビュー、こういうことあるんですね。やるっつってやめてまたやるっていうね。というところでね、これ私サーフェスとか今ちょっと手元にないんで、タブレットタイプの Windows 11のインサイダープレビューだったらこれちょっと試せてたんですけど、まあ、こういった、ね、機能が復活してまたテストをするということになっています。まあこれまあだいぶ先、まあ多分 2H2 ではもうもちろん入れることないんですけど、その先でまた入るかどうかということで評価も始まってます。もしね、インサイダープレビューのデブチャンネルでタブレット端末をお持ちの方はですね、試してみていただけるといいかなと思っております。はい、ということで、ではもう一つの話ですね。これちょっと私のブログの方から書かせてもらったんですが、Excel に、の漢字にですね、振り仮名をつけるという、まあ、いるんだかいらないんだかって話もあるんですけども、そういったね、機能がつきました。ついたんだが、これね、マイクロソフトの方からですね、あの日本語の文字列に Ruby を使用するっていう、まあ、マイクロソフト365の機能としてついてますっていうことでね、発表があって、でこれ多分今回からかなと思うんですけどね、まあ、こういった機能がついたという発表がありました。で対象となっている Excel は、マイクロソフト365で契約している Excel で Windows 版と Mac 版ですね、対応しています。ですから Mac 版の Excel でも対応してます。ぜひ、ね、試してみていただければなと思うんですが、ではね、ちょっと実際試してみました。で、Excel でまず漢字を含んだ文字をセルの中に入れます。まあ、例えばこう機動戦士ガンダムっていうふうに入れます。でこの状態でリボンメニューのフォントのですね、ところにカタカナの後アジアの後という漢字が書いたアイコンがあるんですね。これの振り仮名の表示非表示というアイコンなんですが、これをクリックして振り仮名の表示ってやると、まあ、デフォルトではカタカナなんですが、ちゃんとね、機動戦士のときに機動戦士ガンダムっていうふうに入れてくれるんですね。この上の方、実際入れた文字の上の方に小さい字で、振り仮名を振ってくれます。まあ、こういった機能があるっていうところで、まあ、ボタン一つでね、編集がすぐ追加できるんで、こういった方、必要な方にね、すごくいいのかなと思ってます。で、例えばですね、あと設定変更ができて、振り仮名の設定で、ひらがなとかですね、カタカナとか、あと入力する位置を変更したりとかね、できます。例えばひらがなにして均等割り付けにした状態で、例えば宇宙戦艦ヤマトってできますね。それでこの状態で振り仮名を振ると、ひらがなで宇宙戦艦ヤマトの宇宙戦艦の上に
ひらがなで宇宙戦艦ってあって、あとは、まあ、実際の漢字の上にですね、ひらがな、振り仮名を表示してくれるっていうことができます。まあ、こういった機能が簡単にできますので、ちょっとこう親切にしたいなと、まあ、余計なお世話って話もあるかもしれませんけども、そういった記述とかね、振り仮名を振りたいっていう、例えば別のセルでわざわざやってるって方がもしおられたら、この機能便利だと思います。ぜひ使っていただければなと思っております。まあ、実際やり方はですね、私のここじゃね、リンクを貼っておきますんで、実際やってみたい方はですね、私のブログ、戦うサンデープログラマーを見ていただくか、あとはマイクロソフトのサイトですね、日本語の文字列に振り仮名 Ruby を使用するというページをね、見ていただければなと思っております。で、もう一つのお話なんですけども、ですね、まあ、Windows のインサイダープレビューで、まあ、私なんかこう、インサイダープレビューに限った話じゃないんですけどね、こういったマイクロソフト製品について意見があった場合に、フィードバックハブというものがありますので、フィードバックをどんどんしてくださいという話をしておりました。で、これ実際私もこういくつか意見を挙げてるんですけども、今回ですね、どうも私の意見が取り上げられた、まあ私の意見というか、私の意見が結構多数あって、それが取り上げられたというところなんですけども、まあこれちょっとしたことなんですけどね。Windows 11のインサイダープレビューで Windows キーと X のキーを押すとメニューが出てくるんですね。そこで実際その電源オプションだとか設定だとかですね、例えばそのターミナル、まあ、Windows ターミナルとかですね、そういった設定メニューが出てきて、そこからすぐに起動できるというものなんですが、この中でですね、ターミナルという機能があって、このターミナルが、日本語版なのに普通これひらがな、カタカナで出てくるんですが、ここだけ英語だけだったんですね。で、これ、ここだけ英語です、おかしいですよって話をね、フィードバックハブに投げました。で、実際今ちょっと YouTube の方で、フィードバックハブの画面をお見せしたかったんですけど、今、フィードバックハブを起動するとですね、問題が発生して接続できませんって出てきちゃうんで、ちょっとお見せすることできないんで、ブログの画面なんですが、メニューのターミナルが英語表記のターミナルになっているって、いきなりこのターミナルが私スペルミスをしてるんですけども、こういった意見を書きました。するとですね、マイクロソフトの方からなんと返事があって、 Thank you for feedback. We made a fix for this with the latest dev channel builds ってことで、まあ、フィードバックありがとうございますと。で、最新の開発チャンネルでこれを修正しましたという意見をいただきました。ということでね、マイクロソフトの方が結局私の意見、まあこれ私の意見多数あったと思うんですけども、それを見てフィードバックしましたということで、フィードバックをしてくれました。まあね、こんぐらいミスするなよとかね、当たり前だろっていうふうな方おられると思いますけども、で、私これやっぱり言いたいのは、まあ、こういったね、意見、よく見るなんかこんなとこマイクロソフト直してないんだよなとかね、結構文句を言う人いるんですけども、文句あったらですね、ちゃんとマイクロソフトに言えばいいんですよね。私に言うんじゃなくてですよ私に言ってる方来る方も結構多いんですけども、これ誰でもフィードバックができますので、例えばその Teams でね、文句があったら書くとか、結構ね聞くんですよ。 Teams はその Zoom に比べて使いづらいとかね、WebEX の方がいいとかね。だったらこういったところを使いづらいですって、どうしてくださいまでは言えないケースってあると思うんですけど、そういった意見をね、こう上げていくっていうことで、どんどん製品良くなっていくと思いますし、使っていくみんなもですね、やっぱりいいものに変わっていったなっていうことがあると思いますんで、本当にね、このフィードバックというのはどんどん、していってほしいなと私も思っています。だから私もちょっと気になったらフィードバックを、ね、するようにしております。なんていうのかな、文句をね、ここだけ言って終わってしまうのってすごく良くないと思うんですね。で、これ聞いた話なんですけど、Apple も同様で、日本人は結構いろいろ文句を言ってるのをよく知ってると。よく知ってるという文句を言ってるらしいと。ただ我々アップルに対してのフィードバックというものがない、まあ、アップルにそのフィードバックする窓口があるかどうかっていうのは私も分かんないんですけど、まあ、そういった話を聞いてるんで、
これやっぱりこんぐらい当たり前だろうと思わずに、ただ文句を言うだけじゃなくて、実際こう思いますよっていうことをね、しっかり、メーカー側に伝えるってこともね、重要じゃないかなと思っております。はい、ということでですね、マイクロソフトのフィードバック、本当に小さいことですけども、私の意見を取り上げてくれたという話をさせていただきました。第647回は Windows 11 Inside Preview のデブチャンネルで一旦削除になった、一旦取りやめたタブレットのタスクバーの最適化を復活させたという話と、あと Excel でですね、漢字に振り仮名が振れるようになったという話と、Microsoft の Windows のフィードバックハブで私の意見がちょっと取り上げられたという話をさせていただきました。本当に今回はね、フィードバックの話に尽きるなっていう感じはしてるんですけどね、結構こういろいろ意見を言ってね、よりよりいいものにしていただけいければなと思っております。はい、そういうことで、このチャンネルではマイクロソフトの製品とか技術とか、あとデジタルガジェットについてお話をしていきます。またよかったら見てみてください。はい、今回どうもありがとうございました。ではまた。